いつもご視聴ありがとうございます。両手投げ数チャンネルではキャンピングカーで日本一周、釣りとボーリングの旅の様子を配信しています。海釣りメインでボーリング、絶景スポット、車中泊の様子とキャンピングカーで暮らす経費などを配信しています。2022年9月24日、2ヶ月間の北海道釣りの旅を終えて青森県に移動です。朝一で向かったのはラウンド1青森店です。ここでボーリング対決の予定でしたが、都合により実現できませんでした。2ヶ月ぶりのボーリングで200を出すのに一苦労でした。青森県で最初に向かった釣り場は津軽港です。落とし込みで何がいるのか探ります。ここの常連さんが大物も釣れると教えてくれました。青森に来たら魚がサイズダウンです。撮影できてませんが、ハゼの前に小さな小鯛が釣れています。ハゼを餌にしてみようか。また君かよ。何やってんのよ。ハゼくん。ハゼの天ぷらか。何ですか、あなたは。メバルだね、これね。メバルだね。メバルくんか。メバルじゃね。メバルの煮付け美味しい。いや、これね、なんか潜ったかな。でも、あら、潜られたようです。ここは岸壁に穴が開けられているようで、油断すると潜られてしまうそうです。潜っちゃったか。ふん、あれ、本当に潜り上がった。よいしょ。たくもう本当に何やってんの君は。おお、サイズアップしたね少し。でも北海道に比べればまだまだ小さい。よね。これ。メバル。もうガヤと何の代わりにガヤだよねこいつね。何なのこいつ。お前ガヤだな。結局この日釣れたのはカサゴらしきものとメバル、それからシロギスとハゼと小鯛でした。次の日の朝です。今日はサビキ釣りでサバを釣って、サバの泳がせ釣りでヒラメを狙います。青森も北海道と変わらず朝晩は寒いです。サビキ針に小鯛がかかりました。これはリリースです。サバくんでしたか。今度はサバが釣れました。このサバを泳がせます。ぐちゃぐちゃなっちゃって、これは味ですね。次
次に釣れたのはアジです。泳がせはエレベーター式です。最初にラインを投げてからハリスに小サバをつけてラインにフックをかけて落としていきます。サビキカゴに小さなフグが入り込みました。ここはフグが多く、餌を落とせばピラニアのように寄ってきます。この日はヒラメのあたりはなく、次の場所に移動することにしました。次に向かったのはタッピ崎ですが、途中の十三甲大橋の下でたくさんの釣り人がいるのを見つけて立ち寄りました。この日はシーバスがたくさん釣れて、多い人では午前中に5匹釣った人がいました。80センチオーバーのシーバスが釣れています。カズもシーバス釣りに挑戦することにしました。夜は十三甲大橋の近くにある十三漁港でクロダイを狙います。釣り具屋さんでここはクロダイの大物が釣れたと聞きました。餌はカニを使うようですが、カニを調達できないので磯目を使います。クロダイさんでした。最初に堤防の外側で釣れたのは小さなクロダイです。これはリリースです。なんだ、あなたでしたか、邪魔してたのは。ハゼくんでした。堤防の内側で釣れたのはハゼです。ハゼくんか。暗くなってから堤防の内側で釣れたのはクロダイです。これもリリースサイズです。ミスったね。クロダイの大物がヒットしましたが、バラしてしまいました。次の日の夕方です。2本のロッドでシーバスを狙いながら他の魚も狙っています。ブラーに磯目のロッドにヒットしました。なんでしょこれ。
ですかこれ。グイかなこれ。グイでしょうか。よいしょ。まあまあの大きさのウグイです。ブラーのロッドに2回目のヒットです。長かかったか。うんぐいでない？これた、これうんぐいだよね。このこのこれうんぐいですね。グイングですか。これもグイだよね。この低いは。お、かかった。あっちかかったよ。お。何かかった？うぐいね。あ？お、うぐいいっぱいいる。グイ、今日グイし、グイでいいだね。グイでグイやってる。馬も強いよ。ほう、あら、ほう。うぐいだね、うぐいのでかいやつ。うん。でも釣れれば面白いわこれ。あ？こら、せ、何してこれ、これこれこれ、あー動いてきた。結構大きなウグイです。ウグイさん、でかいじゃん。サイズは40センチでした。3回目のヒットです。アタングイでしょうか。じゃあね、この小さな引きは。これちょっと、あれ？よっ。結構肩のいいグイがいくらでも釣れちゃうっていうやつね。これもウグイでした。この日はウグイだけでシーバスの当たりはありませんでした。ウグイさんはどうしたらいいんでしょう。13漁港、次の日の早朝です。大物がヒットしました。強烈な引きです。かなりの大物です。
んだよ。なかなか寄せることができません。かなりの重量感です。大きな赤エイです。これは危険なやつです。入ったな。近くにいたつり人さんが手伝いに来てくれました。まったく困っちゃうね。すごいねえ。なんだすいません、ありがとうございます。いや、参ったな。これは。危ねえね。危ねえ、これ。危険だな。してんの、まあ、ここでか。ルアーがエイのヒレにかかっていました。ここはシジミの産地で、海底にはシジミがたくさんあるので、エイはこれを食べに来ているようです。ピンチピンチ。赤エイは尻尾に毒があり危険なので、そのまま海に戻します。ここでのシーバスは諦めて次の場所に移動します。うぐいを味噌とみりんで漬け込んでバター焼きにしてみました。骨は多いけど美味しかったです。ここのシジミを使ったシジミラーメンをいただいてから移動です。最後までご視聴ありがとうございました。次回をご期待ください。